내내 全てが虚しくなってしまうような生き方はしたくない。要するに金とか名誉とかってそういうんで、それで死んでいく時には全て置いていくっていうような、そんなのはそのそういうものを狙ってね生きるっていうのはつまらないと。それでなんとかね死んでも死なない命を生きようと、それをあのそういう命をの生き方をしたいと、それがまああの私のあれですね、とうとうそのためにあの坊主になっちゃったわけですね。もう中学の頃からそんなようなことを考えたって、ね、中学の時だから、はいはい、まああのあれで、哲学やったらそういうのが分かんのかと思って哲学もやってみましたしね、それからまあキリスト教もちょっと首突っ込んでみたりしたけれど、結局の話、まあ佐々木老師のあの元でね、の坊主になったわけですね。それからね、お坊さんになられたのは、お坊さんになられたのは、それがあの29ですね、今時の数え方でいうとね、それからまあちょっと40年経っちゃって70過ぎちゃったもんでね、そうするとねもう死ぬのはあの死は目前の話だもんそれでねあの死ぬっていうことにおいていっぺんにね意識がなくなっちゃうんなら、それは問題ないけれど、その老人になったりあるいは病気したりしてね、体は動かなくなってるけれど、もう目の前にしたね死に対してね怯えてるっていうんじゃ、これはちょっとやりきれないっていう気持ちがしてですね、それでまあこれこの庄子法華師匠っていうのを誰でもない私のためにあのまあ私頭がはっきりしているうちにそのあの仏教としての安心の決めどころですね、それをそのはっきり書いておきたいと、そういうつもりで書いたわけです。であの結局まあ、自分のために書いたんだけれど、もしこれまあ印刷にしてですね、人さんのお役にも立つことがあったら、縁のある方にね誰にでももう差し上げてみたいと、そんなことを考えてこういうのを書いたわけですね。むしろあのお弱かったおかげでその生きるとか死ぬということを本気で取り上げる気になられたってことかもしれませんね。まあ、そうですね、丈夫すぎるとそういうことを忘れてしまって、ね、目の前のことを追うことのね、それだけに生きがいで追われてしまうもんですけども、やっぱり死というものをいつもこう死の影を自分の生きているその背景に感じて危機感を感じて生きているということが、むしろ生きるとはどういうことなのかということを本気で考えることになるのかもしれませんね。そうですね。だけどまあそれはね、しょっちゅう俺は死ぬと死ぬってねそんな考えずに考えたらやるもんじゃないです。はい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 、その、それは、の、どういうねのんびりしたこたつの中に入って酒飲んでるっていう日もあるわけだしね、するけれど、しかしいつでもそういう生の裏側は死だってことだけは間違いないんでね。それがあの普通は死ということは思い出すのも嫌で、もうよっぽどお迎えが来られないと、逃げ切れないところに追い込まれないと普通の人は考えませんし、 それ考えところには間に合わないということですね。そうですね。ですからで、まあ、あの私としてはあの、まあ、お葬式の時にね、坊さんが、あの引導方法っていうのを言うじゃない。あだけど引導方法ね死後の世界を引き導くっていうんで、引導っていう渡すわけだけど、あれはまあ残念ながら漢文で仏教術語でっていうんだから、みんな誰も彼も分かんないじゃない。それで
そのもう死んでる人だから、はい、どうでもいいわけだけど今私はね、はい、その生きてる人にその分かりやすい言葉でね、はい、インドを渡してみたいと、はい、まあそう思うわけですね、はいはい、本当は生きているうちに引導は頂戴しなきゃならんもんだろうと思います。そう、はい、確か大垣伺った時かと思いますが、私はの時水ということについてのなんかお話をして、その時に老師様が、いや水というのはなくなっちゃうんじゃないんだというお話をなさって、この庄子北庄の最初に出てくる庄子というこの詩のお話をしていただいたような気がするんですよ。その時は私ねちょっともわからなかったんですが今もよくわかりませんが、その時はもっとわかりませんで、それ以来ずっとこの詩を温めさせていただいて、少しはその時よりわかるような気がするんですけども一度この詩ご紹介いただけるとありがたいです。あ、そうです。庄子、手桶に水を汲むことによって水が生じたのではない。天地いっぱいの水が手桶に汲み取られたのだ。手桶の水を大地に撒いてしまったからといって水がなくなったのではない。天地いっぱいの水が天地いっぱいの中にばらまかれたのだ。人は生まれることによって生命を生じたのではない。天地いっぱいの生命が私という重い固めの中に汲み取られたのである。人は死ぬことによって生命がなくなるのではない。天地いっぱいの生命が私という重い固めから天地いっぱいの中にばらまかれるのだ。この詩の中に、いや天地いっぱいっていうことは、私はね、はい、詩っていう詩のもんじゃないんですよ、はあ、私は大体詩人じゃないんです、はい、だけれど、はいはい、その、ここに言われてることね、はい、これは大体仏典としての天候がないわけじゃない。しかしまあ今天候の話はね、はいはい、省略するとしてね、はいはい、今この天地いっぱいっていうのはね、はいはい、これまああなたも天地いっぱいに生きるっていうね、はい、本出されてるけれど、はいはい、我々が天地いっぱいっていうの、はい、言葉使うのね、はい、私にはね一つのあれがあったわけですね、はい、というのはね、もう15、6年も前ですが、安泰寺にいた頃ね、その頃私の弟子の一人がね、うん、秋にそのチューリップをね、はい、庭にたくさん植えてたんですね、はいはいはい、それが春になったら、まあ、みんな綺麗に咲いたっちゃう、それで、まあ、見に来いって言うんで、はい、私も、はい、その見に行ったわけですね、はいはい、そしたらね、はい、このねチューリップってやつね、例えば萩とかね、はい、その桔梗とかっていうやつが淡いんでね、いかにも、まあ、土の中から出てきたような感じですよね、はいはい、これチューリップってやつは鮮やかで、はい、エナメル塗ったみたいにね、はい、あれして赤いのだ黄色いのだ、はい、黒いのだってあるでしょ、はいはい、それでこれがね土の中からねこんな鮮やかな色が出てくるんだろうかってね、はいはいはい、そのチューリップ見ながらその、はい考えてたわけですね、はい、ところがその時に、はい、何もチューリップは土の中からだけじゃない、はい、やっぱり、空気中のね酸素も呼吸してるだろうし、はいはいはい、日光の光もね、あれしてるんだろうしね、はい、っていうんで、うん、あこれは天地いっぱいからこのチューリップが咲き出たんだっていうことね、まあそれからまあ私天地いっぱいっていう表現を持ったわけですよ。なんか私との天地いっぱいって言いますとね、この体がむくむくと大きくなるような言葉から受ける語感がありますけども、本当はそうじゃないんです。そうじゃないですね。どんなものにも、その、はい、あれですね、天地いっぱいっていうのをね、はい、その
我々もね、はい、のチューリップだけじゃなくて、うん、私自身ね、うん、のいつでも天地いっぱいからの空気を呼吸 し、うん、してるんだし、それから天地いっぱいからの水を飲んでるんだし、うんうん、天地いっぱいからの食物を食べてるんだし、うんうん、だから天地いっぱいからの命を生きてるんだ、うん、で天地いっぱいからのねその力が働いて、まあこういうあの思いっていうね、人間がいろんなことを思うっていう、これはやっぱり天地いっぱいからですよ。で決してねその空間的なねその大きさの話じゃない、その、はい、座禅でもしてね、うん、急にその自分の体がパーッと風船玉みたいに、はい、膨れ上がってね天地いっぱいになったって、それで、うん、あれするのが天地いっぱいじゃなくて、そうでない我々の思い以上のね、で生とか死とかっていう二つですね、それから自分とか他人とか、あるいは自分と世界とか、からあるとかないとかっていう、全て二つにこう分かれるのはね、人間の思いが分別するんですね。でそういう分別以上の実際に働いてる力ですね、これがあの、まあ、今天地いっぱいっていう、表現をしてるわけですが、これの方がね、普通は我々私私って言ってるのが思いをね自分だと思ってるけれど、その本当はそうでない、その、なんとなくこう私たちは自分で生きてるような錯覚を覚えますでしょう。だから自分の思うようになるところってのはほんのわずかなんですね。そうですね、口だとか、手だとかあとはほとんど自分の思うようになる。いや早い話が、我々生きしてる、はい、生きるっていうことのね、はい、生理的根本はね、はい、の息してるっていうことだと思う、はい、呼吸だと、はい、しかしなこれ一生の間にいくつの呼吸をしなきゃあんないかね、はい、その、はい、寝ている時も、はいはい、ご飯食べてる時も喋ってる時も、はい、物を考えてる時もね、はい、その自分の私の思いとは関係なしに浮かんでくるっていうのね、はいはい、これは天地いっぱいから浮かんでくるんですよ。そうですね。それで、その、いや、そんなことない、俺は俺の考えてるんだっていう、そういう考えが、その事実ね、天地いっぱいから浮かんでくるんだもん。まあ、そういう、それからまあ死ぬっていうんでもね、俺はもう今死んでも死にきれないっていうね、死ぬのは怖いって言って行ってみても、その死ぬ時にはそのそういう思いそれぐるみ死んでいくもん。それからまあ生きてるのはつまんないから自殺しようって言ってね、それで自殺するっていうけど、私は思うんだけどね、その自殺した人の最後のね、その頭の思いをその記録には残っちゃいないからね、あれだけれど、私大概自殺して最後に死ぬっていう時に、あ、しまったって思うんじゃないかな、っていうのはね、それは人間としては本能的に生きるのが生きたいっていう気持ちが本能だもん。だからの死のう死のうってんで自殺した時にね、それでまああの三原山から飛び降りたって言ったら、河口の中で飛び降りた、飛び降りる途中で、あ、しまったって思うんじゃないか結局はね、そうかもしれませんね。でそういうんでね、うん、はい、結局生きる力も死ぬ力もね、私の思い以上の力です。それでそういうのをね、今、まあ、天地いっぱいって私は表現してるわけですがね、あの戸井義雄という、まあ、教育者ですが、ああ浄土真宗のお坊さんでもあるんですけど、ああこの方がね確かこんな詩を読んでらっしゃったと思うんですね、目が覚めてみたら生きていた、うん、生きるための努力の一切をせずに寝ぼけていた私なんだけども、
目が覚めてみたら死なずに生きていた、でそんな話がね あったような気がいたしますけども、本当に、ね、生きるための努力の何もせずに寝ほけていてもちゃんと心臓が働いてる、胃も働いてる、全部働いてるというのは私の思い以上のところで生かしてくれている、天地いっぱいの命に働きによって生かされているってことなんですよね。その点がね、今の現代人ね、みんな、自分の思いで何でもなるもんかと思ってるけれど、その最も根本はね、思っても思わなくても信じても信じなくても受け入れても拒絶しても動いてるね、大きなね思い以上の力だと思いますね。それでまあそれに任して我々も生きてるんでね、天地いっぱいにというね、この生死という、生きるとか死ぬとか亡くなる、そういうようなことというのは人間の思いの方にあって、そしてその天地いっぱいの方には出入りがないとか死ぬ生きるがないとか、まあそういうこの死を見ていますとね、その手分けの方からは見ると手分けがばらまくとなくなる、水がなくなるとか、しかしながら天地いっぱいというところから見ると水が減りもしなければ増えもしないという、まあその出入りなしのところでという、そのね、結局、自分中ね、手桶の手前にはね、生きたり死んだりがあるわけですね、しかしながら今言うような天地いっぱいの力っていうね、それ生死以前ですからね、そこには出入りない。この、私があれなの、仏教のね根本はね、不来不故の如来如故ってことです、この来たらず去らず、そこのところに来たるが如く、去るが如くですね、でまあ釈迦牟尼如来とか、阿弥陀如来とか、薬師如来とかって仏さんのことを如来って言いますがね、このその如来っていうのはこの不来不故の如来如故、それを如来だけちょぎってね、普通仏さんのことを言うのに言ってるわけですね、このみんな来たるが如くなんです。で、そのいや天地いっぱいから来て天地いっぱいに去るという不来不故、早い話がね、あの大空の、ね、雲でも、この来たるが如く、去るが如くなの、それのね、私もこの不来不故の如来如故っていうのね、なんかねこう目に見える形でね、その存在しないもんかって長年温めてきたけどね、その、たまたまね、そのガラスコップの中でね、その紅茶を出してみたんですね、そしたらね、それがまさしくね、その不来不故の如来如故の姿だもん。で、まあ実験して、今それ実験してみようっていう話なんだけど、少し下げてもよろしいかな。いいでしょう。この今紅茶でもってね、このティーポットで、これは全体としてはもう動いてないです、出入りなしだ、それなのにその中でもってね、この中でムラ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 ね、その紅茶が出てくるね、にじみ出てくる、これはね如来如故だ。要するに不動のところに、出入りなし、増えもせず減りもせず、出入りなしというこのティッポと自身、だからこれが電池いっぱいってことですね。そうですね、不生不滅のところに消滅がある、で不来不故のところに如来如故があるわけですね、普通の、そういう姿ですね、
言葉がなんとなく難しいんですけれどもそう、まあ、ちょうど増えもせず減りもせず、これコップ自身は完結して、生じ出入りなし、増えも減りもせずという、これが天地いっぱいという姿なんですね。 ね、その中にあって私どもがいろんなお給仕をしている、あるいは頭の中でいろんな思いが湧く、これがちょうどこうにじみ出ている、そうですね、要するに生じ、はい、っていうのはね、はい、その生と死とって分けるのはね、はい、我々の分別的な頭ですね、はいはいはい、しかしながら、その分別的頭をの超えたところでは、それ以上のところでは、その出入りなし、不来不幸ですね。で、まあこのそういうのはね、この私がそれを思っても思わなくても、信じても信じなくても、受け入れても拒絶してもですね、私とは関係のないところで、全ての不来不幸の如来如故があるということです。で、そういうようなね、大切なのはね、私どもこのにじみ出た方だけを主人公にして、それでそれを追っかけまして、にじみ出たね、姿ムラムラこうあれする、それだけ抽象するから、こっちも忘れてしまって、それで本当の実物を、見失ってるのね、の抽象した出入りの姿だけ見て、で大騒ぎするわけですね。そうですね、なるほど。その出入りの姿だけを見て、それだけが間違いのないことのように思ったり、でそれをいいことですと一生懸命かけまして、嫌な自分の気に入らんことですと逃げようとしたりする、そういうその自分の思いを主人公として、人生をかけまして終わってしまいがちですけども、そうではなくて、思いというのは頭の分泌物とか、そう要するにね、大切なのはね、そういう思いに変わらないところにね、生命の在り方があるということを思いで知ることね、それでそので思いの働かせ方としては、そういう働かせ方しなきゃダメです、そしてそうするとね、結局ね、思いっていうのはね、この頭のね、分泌物なんだ、その唾液腺から唾液が分泌してくる、それから胃袋から、胃酸が分泌してくるっていう、それからなんとかっていう臓器からね、ホルモンが分泌してくるっていう、そういう分泌物ですね、頭っていうね、器官からは思いが分泌してくるわけだ、それをよく知っておかなきゃ、それをね、その思いを大したもんだと思って、そして、その単なる分泌物だって知らないからね、遺産方じゃないけれど、その思い方で、そして思いに頭に振り回されてみんな行動するんだもん、そうですね、でそうでない、本当の命に変えるっていう、これが大切だ。でこの本当の命に変えるっていうのはね、奇妙っていうね、奇妙っていうのはね、命に変えるってことです。そして、だから、奇妙とはね、思いや分別や思いは頭の分泌物だ、で生じの分別を超えてるね、今の生命実物に今変えることを奇妙というと、で今奇妙、今拝む、天地いっぱいただ拝むっていうんですが、結局ね、拝んだ時に天地いっぱいになるんだ。でこれは不思議なことなのね。で奇妙っていうのは仏教じゃ「南無」っていう、南無とは奇妙ですね、で
スロシさんがね、拝むって言いますとね、なんかこう悲しい時の神頼みみたいに一生懸命向こうに仏様とか神様とか何か置いて一生懸命拝む、頼み事をする時に拝むとか、あるいは尊敬する拝むとか、そういうような拝むが多いですね。普通の拝むという解釈は、結局ね、拝むのにね、なんていうか、勝手な願い事を持ってね、それで神様に無心言ってるよって言うならね、そんなのは本当の拝み方にならない。で、それはね、苦しい時に助けてくれっていう、これは簡単詞だ、それは結構だ。しかしながら、この願い事をぜひ聞いてくれなきゃ、もうその承知しないぞっていうのは、そういうような拝み方ね。そういう拝み方はね、その願い事が聞かれないと、すぐ神も仏もあるものかっていうことになっちゃう。で、そういうのは拝むうち、